こんにちは、ヨッキーさんです。お待たせしました。お待たせしすぎたかもしれません。今回は5等分の花嫁のツンデレ娘ニノちゃんと遊んでいこうと思います。台東のアクアフロートガールズでコアフルの制服バージョンに並ぶ顔の可愛さです。そんな可愛いニノちゃんを見ていたらやりたくなるのは無理もありませんよね。あ、カスタマイズの話ですよ。ということで早速始めていくので最後までよろしくお願いします。あら、あんたとはよくお風呂で会うわね。どうせ一緒になったんだし体でも洗ってあげよっか。アニメの第2期7話の混浴風呂での会話を思い出しつつお風呂に入れます。体を温めると柔らかくなってパーツを分解しやすくなります。ヘッドパーツは綺麗に取れたので今回は首の接続加工はいらなそうです。パーツチェックも兼ねて改めて組み直してみます。かなりいい感じで分解できるのでリペイント勢もやりやすいでしょうね。水着のベースカラーは黒なのでメタリックやキャンディー塗装向けかな。この胸の部分のダボは長めなので外れにくい時は気長に温めてください。首の接続がうまく外せなかった場合はめぐみちゃんの時のように磁石接続も手ですね。胸部のパーツがどこかに行ったのでここも含めて修理が必要になりました。ということはお尻周りも一緒に手直ししてあげる必要がありますね。ルーターで水着パーツを削って全体的に一回り小さくしていきます。複雑な造形になりそうな部分は少し深めに掘り込んでおきました。シアノン系接着剤の瞬間カラーパテと効果促進剤を使ってパーツを接続します。作業のしやすさを考えて両足は後で接続することにしました。効果促進剤はなくても大丈夫ですがあると作業をスムーズに進められます。さてエポキシパテを使ってボディの造形を始めましょう。エポキシパテを適量取り分けて直したい部分に押し付けていきます。一気に盛り付けるんじゃなくて少しずつの方がやりやすいです。股関節のダボにワセリンを塗って足にはパテがつきにくいようにします。そして足の形を参考にしながらお尻周りをスパチュラで整えます。次に胸周りにもパテを盛り付けて指でいじり回して造形します。お風呂に入れてパーツを分解してパテで造形するまでを初日にしています。一夜明けてパテが固まったらヤスリで形態修正をしてから足を接着します。そして PVC 向け塗料の V カラーをプライマーの代用で軽くスプレーします。 V カラーが乾燥したらミスタードキパテで傷やへこみを埋め立てます。ドキパテが硬化したらペンサンダーなどの様々なヤスリを駆使して形を整えます。ボディメイキングの仕上げとして UV エジンで山の頂に記念碑を建てます。ピンクのサーフェイサーを塗って造形の最終確認をしていきます。残念なポイントが見つかったらスポンジヤスリなどで磨いて修正します。クオリティを追求したい人はこのステップに時間をかけるといいかもね。造形の最終確認も OK になったら改めてピンクのサーフェイサーです。サーフェイサーが乾いたら肌塗装ホワイトピーチを上塗りしていきます。この時に脇の下などは薄く塗るとサーフェイサーの色が生きたりします。血色をもっと良くしたい部分にはクリアピンクを重ねておきます。ここまでの塗装をセーブしたいのでクリアの塗料をスプレーしておきます。ニノちゃんはアイドルですからグラビア撮影のために泡風呂にも入ります。小さなロディが入っている入浴剤をセリアで買ってきたので使ってみます。同じくセリアの食器コーナーにあった撮影用の浴槽にお湯を移します。
手持ちの泡立てネットを使ってキメの細かい泡を作ります。泡を多めに作っておいて、さっきの器にストックしておきます。背景に使うのは A4 サイズの下敷きにリメイクシートやタイルシールを貼ったもの。先ほど作った泡を使って清純派アイドルっぽく隠します。せっかくなのでボディも一緒に写ってもらいましょう。今回髪の毛のディティールアップにはガンダムマーカーとアイシャドウを使います。ポロレッドは輝くのでハイライトとして使えそうな感じですが、難しいですね。ガンダムマーカーは溝に色が残るのでベースよりも濃いカラーがいいかもです。アイシャドウはこのように輝くので明るく見せたいところに使うと良さそう。どうあれ立体感は出てくるのでちょっと手を加えるのはおすすめです。顔やボディの肌色パーツのお化粧はウェザリングマスターを使っています。血色の良い部分や影ができる部分にほんのりとピーチをのせています。メイクアップが終わったら固定のためにツヤ消しトップコートを吹き付けます。目元や口元はツヤが欲しいので後でエナメルの光沢クリアを塗ります。最後に簡単なゴム風船水着です。口の部分を含めて風船の首で4つのパーツを切り出します。口の部分は他のどれか1つと結んでしまって大丈夫です。残りの2つは結んだりせずに十字に重ねてから履かせます。上は風船の口の部分を首にかけて残りのゴムで大胸筋を包んであげます。今回ふと思いついた泡風呂ですが、このシリーズには使えそうですよね。あと泡や水着の下が気になる人はグッドボタンを押して教えてくださいね。ここでは見せられない入浴シーンなどはブログなどでチェックしてくださいね。ということで最後までご覧いただきありがとうございました。よかったら感想もコメントで聞かせてくださいね。待ってます。